はい、ちょっとだけ上げようかな。よし、はい、顔見せて、銀ちゃん。ではいいね。ここが、今私が触ってるところが、あの、奥歯。はい。あ、そんなところにあるんですか？そう、こんなところにあるんです。はい。の、こっちの辺が上。はい。で、この辺が下。はい。そうすると、まあ、噛み合わせが悪いとさ、ここが右左触った感じが違ってくるんだけどね、はい、まあ今のところは正常範囲ですね、うん、からごめんね、こっち向いてくれる？そう、難しいな、ちょっと。ごめんね、足下につけとって、ね、よし、まあ上の歯はいいですね、はい、からここを見るんですね。歯茎の色、はい、下もそうだけど、はい、歯茎の色はピンク色で綺麗だと思います。でも具合が悪くなってくると、あの色が悪くなってくる。はい、お腹、はい、うわ、お腹はね、柔らかいのが正常。はい、そうするとこの辺が硬い。硬い。硬い、うん。ちょっと触ってみます。そーっとね、はい、真ん中辺でこの上の辺、上の辺をそーっと触ってみて、なんか硬いなるの。あります。骨？違う。ここに骨があるでしょ。ここに骨ありますよね。はい、で骨のすぐ後ろに硬いのがある。わかる？これ骨じゃなくて？これ骨じゃない。これです。あ、これですよ。これですよ。これ。わかんない。わかんない。はい。ここ、これ肋骨ね。はい。下からやってね。で、ここ。こっちとこっちと両方で触らんと、それから完全に手入れて、はい、こうグッそーっとね、そうそう、この辺、この辺、この辺に触れるやつ、ちょっと左右で、あ、なんか違うかな、あ、かな、あら、大丈夫かな、はい、ごめんなさい、目隠しして、後ろから触るのか、こうやって触るのか。なんかある。でしょ。こんなあっちゃダメなの。で、真ん中辺はない、はい。後ろの方もない。だから上腹部になんかこんなぐらいの塊がある。ある。わかりました。はい、ですごい硬い。硬い。これはね、胃です。あ、メガネじゃなくて。胃。じゃあメガネじゃなくて、胃の中に何か入ってる。入ってるってこと。これまずいですよ。で。今のところ食欲はあるわけ？食欲は普通にあります。昨日の夜も今日の朝も食べてる？はい。今日の調子になります。まあ、聴診は呼吸の音と振動の音を聞きますけど、はい、正常範囲です、はい、だけどあと全体的にまだちょっと細いよね、はい、ボディコンディションスコア 2.5 ぐらいちょうどいいのを3とするとちょっとだけ細い。あ、でも一番いかんのはさ、胃が触れるってことで硬いっていうこと、はい、ってことは胃の中に異物がある可能性。この子ってさ、ケージの中で飼ってますよね、はい、家なんか話すことあります？あります。話してる時にそのメガネ以外にもかじったりしてません？あんまりかじってるっていうのはないんですけど、カーペットとか壁紙とかコードとか、カーペットは敷いてなくて、壁紙もかじってなくて、あのメガネだけでだけでこんな硬くならないからさ、それ以前にもかじってる可能性があるかなと思います。手術とか？いや、なるべく手術しないで治療した方がいいんだけど、食べてる量にもよりますよね。なんかこの前、黒いヘアゴム、小さいの、カミカミしてて、うわ、やばと思って気づいて取ったんですよ。そういうのってとってもまずいよね。わかんない。そしたらね、方法は2つ、はい、もうお預かりして1回調べながら、はい、あの治療していく、はい、あの自分で食べれば食べさせて、それからあと食べた異物を流しやすくするような薬をやったり、はい、からあと
調べるのは何を調べるかと、小さいからまあレントゲン、うん、あと硬いからさ、ちゃんと流れてくかどうか、うん、バリウムを飲ませて、うん、先に流れてくかどうかは見たい、うん、だからそういった検査をする、ちゃんと検査をして治療していくのが一つで、もう一個はちょっとこの場で胃腸を動かすような処置をして、で観察の仕方を教えるから、それで観察してもらって、また近いうち明日でも見せてもらう。先に概算出しますんで ね、その上でどっちにするか決めてもらっていいです。細いのはあんまり、もうちょっと餌あげるべきなんですね、うん、だからチモシーを持ってやった。ああ、分かりました、うん、チモシーざっくり言うと、受付でなんかプリントもらいました、はい、ちょっと先にプリント出してもらっていいですか、はい、永田さん、うん、概算作ってくれる、うん、この子じゃ一回この中に戻していいですよ、はい、バリウム、血液は無理だから、バリレントゲンとバリウム。じゃあこの上に。あ、はい、いいですね。長田さん、それと、はい、どうぞ。あ、ごめん、シェフってしょぼくちゃうといかんから。いいよ、ちょっと。それでね、じゃあちょっと座ってください。一番大事なのはチモシーね、はい、干し草で繊維ができれば35倍以上欲しいんですよ、はい、多分そうなんです、はい、でもう一個アルファルファも上げてるでしょ、はい、これ繊維少ない、はい、でタンパク質、はい、少ない、こっちは多い、はい、カルシウム少ない、こっちは多い、はい、でこれがやった方がいい。でまあアルファルファは本当生後3ヶ月まで、あ、ずっとやらない。3ヶ月までなんですね。うん、あ、そう。で、これを体重の、はい、の 2% 以上食べてほしい。はい、体重の 2%。だからこの子の体重の大きさって433g。はい、まあちょっと切り上げて 500g としますと、はい、ね、10g 以上、はい、1日ね。朝昼合わせて。うん、1日24時間。それからあとペレットね、はい、ペレットはやっぱ繊維がやっぱ 20% 以上のやつね、はい、お、これは体重の 2% で止めといた方がいい。わかりました、うん、そうすると400だと 10g で止めると、はい、その方がいいですよね、はい、でこれが大事な理由は3つあって、はい、